めちゃんこうまそう。お前もうまいんかい。ずっと俺でよ、ここキノコのこのこ元気のこ。はい、どうも皆さんこんにちは。関西エンタメ局のタコです。今回はここ奈良県大和高田市にありますお日様ランチさんにやってきましたということでね、ここのお日様ランチさん、その名の通り営業時間11時から15時というお日様が出ている時間帯にしかやってないというお店なんですけれども、僕ねここずっと前から目つけてました。というのもサラダ、デザート、スープ食べ放題ということでね、今回はこのお日様ランチさんに来て何をするのかというと、おしゃれなカフェレストランで限界食いしていこうのコーナーということで、まあね、いつも通り限界食いしていくんですけど、今日は全メニューを制覇していこうじゃないかというところで、メニューといってもね、メインは一つだけなんですけど、デザート、スープ、サラダ、これも全部食べていきたいなと思っております。ちなみにね、ここのお店は近鉄大和高田駅から徒歩7分ぐらいの場所にあります。国道5号線を登ってきたらこちらのお日様ランチさん見えてくるんで、じゃあ早速ランチ限定のバイキングカフェお日様ランチさん行ってみましょう。行くぞー、カートイ。駐車場はね、お店の前に2台ほど止めれて、お店の裏に第2駐車場があるということで、看板メニューがこんな感じ。お日様プレート、昔ながらのオムライス、キッシュプレートとかね。何やら美味しそうな匂いがしてくるんじゃないの。じゃあ早速入れてたもん。こんにちは。外にはテラス席もあるんでね。あ、ちなみにどれが人気ですか？どれが人気ですか？オムライス。うん。お日様プレートでお願いします。あ、ドリンクも。であればアイスコーヒーで。じゃあ最後でお願いします。うそ、はいはい、じゃあ食後で。はい、当店の料理はご注文いただいてから一つずつ心を込めて手作りしております。あ、クッキーとかもあるねん。すげえ。スープも、まあ、おそらくコンソメであろう。じゃあ早速いただいていきましょうか。これぐらいだったらちょっと大食いするのがちょっと恥ずかしくなってきた。ドレッシングもいっぱいあるよ。すりおろしドレッシングで何行こう、迷うな、まあ、とりあえずスープいく。あ、かわいいこれおー、やはりコンソメか。スプーン、フォークもらっとこうか。わあ、めちゃめちゃなんか丁寧というか、クッキーもらおう。全種類制覇目指してやっていきたいと思います。あ、来た、めっちゃ美味しそう。やば、待って待って、プレート来たんですけど、めちゃんこうまそう。おしゃれ男子になっちまったよ俺も。タルタルソースまで、ありがてえ。ここのお日様ランチさんね、地元地域の食品を活用してお店されてるみたいなんですよ。めちゃめちゃ鮮度高いこれ。これは何杯でも飲めるコンソメスープ。こちらめちゃくちゃ美味しい。全然コンソメ辛くなくて、野菜の甘みだけの本当にスープって感じ。オムライスちゃん、いただいていきましょう。ふわとろ系です。デミグラスのソースもめちゃくちゃこだわり感じる上品な味わい。さあ
ごめんなさいたち、僕今ドレッシングも何もつけてなくて食べたんですけど、全然味がある、うん、野菜の味を感じれるというか、これドレッシングかけやん方がいいと思う。大きいぐらいめっちゃでかいよ。タルタルソースにつけていきます。いっぱい、タルタル、お前の前にかよ。エビコンの丸々一匹っていうのがこだわりすごく感じるけど、タルタルソースもちょっと違う。これはね、よりスパイスが効いてるというか、結構味が強い。なんか緩急があって面白いな。普通に一般の人やったら余裕でお腹いっぱいになると思う。そのワンプレートだけでも全然お腹いっぱいになる。結構多いしね。料理一つ一つにほんまにこだわりを感じるわ。最高。ビュッフェたちのことを忘れちゃいそうやねんけど、ベリームースいいよ。いや、これ美味しい。半身の詰まったもうブドウがそのまま入ってるって感じ。うまっ。クッキーもあるな。焼いてる洋菓子うまい。ありがとうございます。食後のね、デザートもあるケーキから。あ、アイスコーヒー。店員さん、いいタイミングで持ってくれる。優しい。ミニサイズ感かわいいな。で、食べやすい。で、一口サイズなんで。おかわりいきましょう。とりあえずね、この辺は制覇したい。これなんや。これもう、生チョコちゃうのこれ。いいんですか。チョコレートムース第2弾持ってきました。これいいんですか。こんなにこの一つ一つの作品を壊すのがもったいないけど壊します。なんかサーモンみたいな。ベリームース、何が入ってる。柿のなんか果汁を乗せてるような感じ。チョコチップ、生チョコケーキ。これはチョコ界に夢が置いてあります。マジで上回ったかもしれん。てか、新しいデザート増えてる。さっきの生チョコケーキめちゃめちゃ味濃い。やばい。これは結構控えめ。最後やった。最高なんだが続いてね、こんだけ持ってきました。これ抹茶とクッキーとリンゴとコーヒーとオレンジ、全部美味しい。もうこれ完全ブラックなコーヒーゼリー。甘くしたいっていう方はあのコーヒーフレッシュとか入れたらいいと思う。クッキー、オレンジゼリー、ゼリーもプリンもムースもあって何でも楽しめる。ほんまデザート全部ある。でこの入れ物もね、ちっちゃくて可愛らしい。ほんまにママさんのランチの場所とかにはぴったりだと思う。ということでもう1セットいこうかな。無事ね、食べ放題一周できて。けどね、もうちょっと食べていいですか。こんだけ最後いただきます。ずっと折れるよ、ここ。キノコのコのコ元気のコ、はい、いただいてしまいました。めちゃくちゃ美味しい。どれも見てこの残骸。やめろ。やばない店内もね、すごい不正の雰囲気になってるんで、こんな感じで。じゃあね、とりあえずごちそうさまでした。美味しかった。すいません、ごちそうさまです。めちゃめちゃ食べちゃったんですけど。ありがとうございます。めっちゃ美味しかったです。2人は研究してました。え、なんでですか。イケメンのマッチョ。いやいやいや、ありがとうございます。ごちそうさまです。あー、すいません、そこまで出ていただいて。すいません、ありがとうございます。お日様ランチさん、ごちそうさまでした。うまかったです。店主の方もお日様のように優しい人でした。僕もすいませんみたいな感じになっちゃう感じなんで。4人の方で、回されてるみたいで、で基本的にいつのランチの時間帯しか
やってないみたいで、土曜日は余裕があれば開けてますというお話だったんで、お日様ランチさんね、お伺いしたい人平日来てください。お店の雰囲気もめちゃくちゃ温かい感じがして、何かリラックスしたい時とかママ友達との憩いのバーにもなると思うし、で場所もさることながらメインとさらとバイキングがついているっていう、それで1600円はなかなか安いと思う。なんでね、まあ、平日お昼の時間帯には限られるんですけど予約もできるんで、皆さんぜひね、お日様ランチさん訪れてみてください。ぜひ、めちゃくちゃ美味しい、本当に。はい、という感じでこのチャンネルでは関西のグルメアクティビティ、また新店情報っていうのを発信してるチャンネルになっております。関西の情報を見逃したくないよっていう方はね、今のうちにチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また Twitter、Instagram やっておりますので、そちらの方のフォローもどしどしよろしくお願いします。グルメとかね、施設の情報どしどし待ってるんで、皆さんコメント欄貼らせてください。ぜひお願いします。じゃあ最後、お日様ランチ笑顔で行きましょうか。はい、行きます。せーの、お日様ランチ。あっち側を見てくださいね。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バーイ。イエーイ。